皆さんこんにちは、マリコ先生です。本日はもうすぐ教育実習を控えている先生方へ、子どもたちとの関わり方のポイントについてお伝えしていきたいと思います。それでは行ってみよう。いよいよあと数日で実習がスタートする、そんな緊張感を持っている実習生の皆さん、大丈夫です。なんとかなります。長い方で実習は約1ヶ月間ですよね。必ず終わりが来ます。私も昨年度は教職大学院1年次だったので2回実習へ行きました。どんな子どもたちなのかな、生意気な子いないかなと、とってもドキドキしていましたが、全く問題ありませんでした。その時に私が意識していたことを今日はお伝えしていきたいと思います。まずはじめに、私が意識していたことは出会いを大切にすることです。自己紹介の時にクスッと笑える、または共感できる小ネタを挟み、インパクトを残していきます。例えば、鬼滅の刃ではねずこちゃんが好きですとか、将来の夢は AKB48 に入ることですとか。でも最近は AKB48 といってもなんかあんまり笑いがね、伝わらなくなったので、ババ KB に入りますとかっていう風に言っています。自虐ネタも入れてます。何でも質問していいですよっていう風に、まあその後こういう子供たちに声かけするんですけど、でも年齢と体重は聞かないでねっていう風に伝えたりもします。そこで子供たちがクスって笑ったりしています。子供たちが興味を持つようなことを言って話しかけてくれる話題を作ります。私はこれを子どもの文化に歩み寄るっていう風に言っていて、私たち大人が子どもたちの側に歩み寄るっていうことが大切だと考えています。次に意識していることは、クラス全員の子どもたちの名前をいち早く覚えることです。昨年度の実習では3クラス国語の授業を担当していたんですが、3クラスの子どもたちの全員の名前を必死に覚えました。名前を覚えるのはとても大変なんですけれども、子どもたちにとっては自分の名前を呼んでもらえるっていうことは、すごくその人の存在を認めてもらえるっていうように感じることができるので、すごく大事なことなんだっていうふうに私は考えています。なのでいち早く全員の子どもたちの名前を覚えて、授業ではたくさんの子に発表してもらえるように工夫していました。はい、本日は実習の先生方へ、子どもたちとの関わり方についてお届けしました。本日の動画が役に立った、また面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。